あなたの心の22須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、そんな今回のテーマは日暮らしになっころに GO 北条さとしの復活を考察。22忘れないよということでございまして、バーに忘れないよう風に言ったところでですね、今回は北条さとし特集となります。はい、ということでございまして、こちらの第23話さとこ橋編その6話ですね、まさかのさとこ橋編が展開されてということでございましてですね、まあ、鬼魂編とか、まあ、たたり魂編の、まあ、解決編を一気にガッと行ってですね、まあ、日暮らし号の最終回となる、まあ、第23話さとこ橋編その7でね、畳みかけてくる、まあ、展開まで想像しておりましたが、まあ、この綺麗な鉄平が登場したことによってですね、まあ、噂の3クール目、まあ、ほぼほぼね確定と言ってもいいんじゃないでございましょうか。とはいえですね、まあ、サプライズが日暮らしの売りでございます。もう盤上をひっくり返してくるというのがですね、お家芸でございますから、まあ、このさとこはもうさとこ橋で散々こすったんで、まあ、そろそろ新たな展開があるんじゃないかなと思うわけでございまして、まあ、なんならね、日暮らし号のこのラストで大きな動きがあって、まあ、3クール目に突入なんていうね展開もね、可能性は考えられるわけでございます。まあ、そうなってくるとですね、今までのね、話の展開から、まあ、無視できない存在が北条さとしというわけでございまして、今回はですね、そんな北条さとしを中心にですね、考察していきたいと思います。ちなみにですね、ブログ版またはこの動画の概要欄でですね、漫画版や小説版などの試し読み、そしてですね、その他の関連動画もまとめております。気になる方はですね、そちらもチェックしてみてください。さあ、まずはさとし復活はあるのか、まあ、ここからは問題となってくるんでございますけどもね、ここは結論から言いましょう。可能性は十分にあると思います。まあ、サトシのねこの寝たきりの原因となっているのは、まあ、平見沢症候群ということでございまして、サトコがねそれを感知しているということで、まあ、サトシもね感知しても不思議ではないね展開でございまして、まあ、なんならですね、まあ、エウアの力ね、まあ、あれ強力でございますから、それがあればねどうともねできそうなね、形でございます。問題はですね、どう復活するか、まあ、ここにかかってくるんじゃないかなと思いましてですね、それによってストーリー展開も大きく変わってくるのはね、ここは間違いないわけでございましょう。まずはですね、この前のサトシと変わらず、まあ、普通に復活した場合でございますけども、まあ、この場合はですね、このリカちゃんにこだわるねサトコにもさすがにね迷いが出てくるんじゃないかなと思いましてですね、それでもですね、まあ、リカちゃんにこだわるんだったら、まあ、サトシがね、サトコを止めるねキープレイヤーの一人に、ね、なりそうでございます。まあ、逆にですね、サトシの復活でねサトコがこちら気持ちを改めるんであればですね、その時はですね、このエウアが立ちはだかる展開もあるかもしれないわけでございまして、まあ、本当の意味でのね力をもらったこの代償を知ることになるといったね、感じに、ねなるんじゃないでございましょうか。まあ、この場合ね展開的には王道的なんでございますけども、このエウアのやり方によってはですね、とんでもないね惨劇が巻き起こっちゃうかもしれないでございますけども、そしてねもう一つは予想外の形でサトシが復活した場合、これはねかなり展開が変わってくることでございましょう。こちらの第23話でね、まあ、予想外に綺麗な鉄平が生まれたんであればですよ、まあ、逆にですね黒いサトシが生まれる可能性もこちらも十分にあるんじゃないでございましょうか。というのもですね、鉄平が綺麗になったのは、まあ、サトコとリカちゃんが繰り返した影響で、まあ、フラッシュバックを見まくったことでございます。そしてですね、繰り返しの影響は、まあ、サトコやリカちゃんにね近しい人ほどへ影響が強いわけでございますから、まあね、叔父の鉄平があれだけ影響を受けたんだったら、この兄のサトシはですね、もっと強い影響を受けていても不思議ではないわけでございます。さらにですね、この寝たきりの状態でも夢は見るわけでございますから、この寝ている時間は多いということでございまして、それだけですね夢のフラッシュバックもね多く見る形になるわけでございます。しかもですね、この鉄平のシーンを見る限りですね、その夢というのはですね怖いものが多い、まあね、それだけという可能性もね非常に高いわけでございましてですね、その場合はですね、この夢を見ている間さずっとフラッシュバックを、ね、浴びまくる、食らいまくるというですね地獄のループの時間が続いているのかもしれないというですね、想像もできてくるわけでございます。まあ、そうなってくるとですね、この鉄平の火ではなくなってくるわけでございます。さらにですね、フラッシュバックの影響で、まあ、鉄平とこの多分高野もですね、悪人からね反転しておりましたけども、まあ、この善人のねサトシは反転してですね黒いサトシになる可能性もね、あるんじゃないでございましょうか。まあ、親潮様像のねこの手とかがですね、まあ、その他にもいろいろ反転してたのはこの辺のキャラクターのね、反転の暗示だったのかもしれないわけでございます。さあ、そこで気になったのはですね、こちら第22話サトコはしてその後で出てきたですね、サトコがサトシに別れを告げるこのシーンでございますけども、まあ、リカちゃんのね記憶のかけらを見ていたはずなのに、なんか急にね、サトコの話が入ってきた、まあ、ここ違和感ありまくりのシーンなんでございますけども、まあ、この時に出てきたこのサトシの映像なんでございますけども、
ここですね、第17話猫魂でそのように出てきたものとこれ全く同じものを使っているわけでございまして、高野が改心してですね、番犬がね、入江診療所を制圧した時の、ね、シーンではございますけども、まあ、絵をね、使い回したという可能性ももちろんあるんでございますけども、まあ、この演出を意図的にやってるんだったら第22話のシーンはですね、リカちゃんの記憶のかけらではなくて、佐藤子のこのね、あの時点の未来のねシーンを入れてきたというね可能性も考えられるわけでございます。つまりですね、この猫魂のラストでね、このリカちゃんたちにこの銃口を向ける前に、あの場所に行ってサトシに、ね、別れを告げてきたのかもしれないというですね、想像も出てくるわけでございます。またですね、この場面サトシに別れを言う時にですね、場面が切り替わった時はこのように、ね、ベッドからねサトシが消えているんでございますけども、あれはですね別れを言った演出ではなくて、そのままサトシは猫魂編ではすでに復活しているよというね演出なのかもしれないわけでございます。さあ仮にねサトシが復活してるんだったら気になるのはここでございましょう。サトコのさよなら22のセリフでございます。これですねサトシが復活してるんだったらねだいぶ意味合いもね変わってくるわけでございまして、その場合はですね、別れを告げたというよりもたもとを分かつというね意味なんかも出てくるんじゃないかなと思ったわけでございます。まあ、最悪の場合はですねこのねサトシとですねサトコがですね対立しているというね、可能性もあるんじゃないかなとですね、考えるわけでございます。というのもですねサトシがフラッシュバックを見るんだったらこのサトコをね、鉄平夫婦からこう守って虐待されたというとかですね、あと雛見沢症候群を発症してね、まあ、おばをね、襲ったりとか、あとまあ最終的にね寝たきりになったそのあたりをね、何度も何度も見るんじゃないかなと思うんでございますけども、まあ、結果ですね怒りの矛先がですねサトコに向かって、黒いねサトシに反転するなんていうね、可能性も出てくるんじゃないでございましょうか。その場合はですねリカちゃんをね、狙うサトコ、そしてですねそのサトコを狙うサトシというですねもう地獄の無限のループがねできちゃうわけなんでございますけども、またそれによってですねサトコがこの自分のやったね、まあ、ループしたことによってその影響が生まれたね重大さに気づき反省したんだったらこのね鬼魂編とかですね、綿魂編とかサトコが黒幕と見せかけておいて、実はですねサトシはその協力者が黒幕で、サトコがですねそれを止めように動いていたというね、可能性も見えてくるわけでございます。まあこのですねサトコ足のサトコのねこのね、鬼化したような状態とか、まあ、今までの流れからですね、まあ、鬼魂編以降の事件は、まあ、サトコが関わっているね黒マスクと見せかけておいてのですねちゃぶ台返しといったね、展開でございましょうか。まあ、こういったねこの盤上をひっくり返す展開、まあ、日暮らしだったら見せてくれるね、まあ、期待感があるわけでございます。ただね、このサトシが黒幕だった場合の問題点といたしまして、まあ、途中で復活するとしてもこの最初は寝たきりであることでございますね。まあ、これじゃあ自分で動くことはできないですし、まあ、仮にね動けるようになったといたしましてもこのイリエやシオンなんかがすぐに気づいてしまうわけでございます。サトシくんがいないみたいなね、状態でございましょうか。まあ、ただね、鬼魂編と猫魂編ではこの番犬がイリエ診療所を制圧する日にちが違うんで、まあ、これによってですね、復活のサトシの時期はね多少早まったりすることもあるかもしれませんけれども、まあ、とはいえですねやはりサトシがね、動いている場合一人だけというのはなかなか難しいわけでございましょう。そしてですね、サトシの協力者として一番に挙げられるのはねこちらでございましょう。まあ、容疑者 S の考察でもね出てきた園崎紫音でございます。まあ、サトコは死んではですね、全然出番がなかったのはこの3クール目でですねサトシと共に暴れ回るためだったのかもしれないわけでございます。でもね、いくらサトシのためとはいえですね、まあ、普段のね、シオンだったら一緒に暗躍することはないと思うんでございますけどもね、まあ、多分そうだと思い、そう信じたいわけなんでございますけども、そしてですね、サトコともですね、リカちゃんとも近しいものであるね、シオンもですね、反転している可能性はあるわけでございます。まあね、この目明かしのシオンを知ってるとですね、反転と言っていいのかちょっと複雑な気持ちになるんでございますけど、まあそれは置いといてですね、まあサトシが動けないときはこのシオンがカバーするね、スリークール目ですね、黒いゴールデンコンビが生まれるのかもしれないわけでございます。まあ仮にね、サトシやシオンが反転するんだったら、この無視できないのは部活メンバーでございましょう。まあ、3人ともね、サトコともリカちゃんとも仲がいいということで、まあ、近しいね、人物と言ってもいいんじゃないでございましょうか。そうなってくるとですね、気になるのはこのレナとミオのこのキービジュアルの表情でございましょう。どちらもうちらやりますせとね、言わんばかりのこれやる気満々の顔をしているというわけでございまして、これは繰り返すうちにですね、この2人もそのうちに
反転するというね暗示にも見えてくるわけでございます。反転した場合ですね、サトシたちと協力するのか、それともですね、レナとレミオンは独自に動くのかは分かりませんけれども、まあ、どちらにしろですね、もうサトコにとってはさらにね、そう計算外の事態となることはここは間違いないわけでございます。そうやってね見るとですね、このキービジュアルのサトコはですね、自分がリカちゃんをこうつけ回していたつもりがですね、いつの間にか自分がつけられ合われる立場になっていた、サトコ包囲も完成したぜみたいなね、この表情にも見えるわけでございましてですね、まあサトコをね直接狙うかは分かりませんけれども、まあ、自分のループがきっかけとなってね、世界が大きく変わったということで、ね、焦るね表情じゃないでございましょうか。このですね、エウアから能力を与えられたね本当の代償を知ってですね、測ったなエウアーとですね、そんなね表情にも見えてくるわけでございます。まあ、スリークール目のですね、そんな世界を元に戻そうとね、まあ、奔走するね、サトコを干渉してですね、エウアは嘲笑う展開なんかに、ね、なるのかもしれないわけでございます。そんなサトコの味方になってくれる人物といったらこちらでございましょう。同じ繰り返すものであるリカちゃんでございます。サトリカファンの方、お待たせいたしました。そんな展開が3クール目は見れるのかもしれないわけでございます。追い詰められた状態でですね、夢のサトリカタッグがですね、再び再結成されるのかもしれないというわけでございます。そしてですね、もう一人ケイチもですね、そんな歌の味方になるのかもしれないわけでございまして、というのもですね、このキービジョンを見るとですね、ケイチはですね、やりますせというね、顔をしてないわけでございまして、スリークール目のですね、この前原ケイチ、再び主人公としてのね、輝きを放つのかもしれない、そんな可能性も感じさせるわけでございます。まあ、鉄平がですね、ループの影響を受けたことを見る限り、まあ、エイワの言うね、近しい人とは仲の良さではなさそうでございます。またですね、高野も影響を受けてるんだったら、まあ、血縁関係だけでもなくてですね、まあ、ある程度付き合いがあってですね、知り合った期間が長いほど影響を受けるんじゃないかなと思ったわけでございます。そうするとですね、まあ、ケイチがですね、サトコやね、リカちゃんと知り合って、一番日が浅いから、ね、影響が出るのも一番遅いという形になるわけでございます。ちなみにですね、レナやミオンはもちろんいたしまして、このシオンもですね、目明かしで描かれたように、まあ、ミオンと入れ替わってね、ひなみ沢に行ったこともあるんで、まあ、ケイチよりもね、先にね、サトコやリカちゃんとはね、面識がある関係となっているわけでございます。まあ、仮にですね、この予想通りだったら、スリークルメはこのケイチが反転する前にね、解決しないとね、いけないと、このループの回数にもですね、制限がついてくる、そんな展開もあるかもしれませんね。はーい、ということでね、今回の話をまとめるとですね、復活したサトシが黒いサトシだったら、バンジョが一気にね、ひっくり返す可能性もありというわけでございます。そしてですね、その時にエウアの本性が見えてくるのかもしれません。ということでね、こういったアニメや漫画をより楽しむための動画を随時上げておりますので、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。